漫画はトルコのバンドである。音楽スタイルは主にメタルとヒップホップの融合にアナトリアのメロディーやエレクトロニカの要素を加えたものである。2009年 MTV トルコによってベストターキッシュアクトに選出され MTV ネットワークヨーロッパによって MTV ヨーロッパミュージックアワード2009のベストユーロピアンアクトに選出された。2010年には ユーロビジョンソングコンテスト2010のトルコ代表に選ばれた。大会では、ウィークドビーザセームを歌って、優勝したドイツ代表のレナ・マイアーランについでに位となった。2001年に結成され、日本語の単語、漫画から命名された。当初はアンダーグラウンドでの活動が中心であり、他のロックバンドやメタルバンドのカバー曲を歌っていた。 シング・ユア・ソング音楽コンテストに参加して辞典につけたことから世間の注目を集めるようになり知名度を大きく上げた。音楽マネージャーのハディ・エラズ・イは彼らに関心を持ちバンドはソニー・ミュージック・エンタテインメントとの契約にこぎつけた。これによって2004年セルフタイトルの初アルバムが発売されトルコで大きなヒットとなった。それ以降 多くの音楽フェスティバルに参加したり、古来ジャン・デミルやベガ、ギョクセルといったトルコの著名なミュージシャンとの共演を実現した。バンドの音楽の多くはメンバーたち自身によって作詞、作曲されたものである。作曲の大部分を手掛けているヤー・ムルによると、彼らの音楽のジャンルはニューメタル、ラップ、ヒップホップなどの音楽をアナトリアのメロディーと共に 壺の中で混ぜ合わせたものであるとしている。漫画と玉セルとの共演曲は100万人近い観客を動員したトルコ映画スナブに使われている。またビアー家ンサイゼシグジンはコンピューターゲームフィファ06に使用されている。サクルフェスト、パトルジャン、ロコフェスト、ロックンコークなどの音楽フェスティバルで縦役者的な存在となっている。 2008年4月13日、タルカンと共に、ロンドンのウェンブリーアリーノでの公演を行ったが、トラブルによって、キャンセルとなった。2009年の12月には、ロンドン、例にアカデミー・イーズリントンにて公演を果たした。2010年1月12日、トルコの放送局、トルコラジオテレビ協会は、漫画が、ユーロビジョンソングコンテスト2010年大会の、 トルコ代表に選ばれたことを公表した。ノルウェーのオスロで開かれた大会で、準決勝を首位で通過して決勝に進んだ漫画は、決勝では170点を獲得し、首位のドイツに次ぐ2位入賞となった。2006年8月13日、ハンガリーのシゲトフェスティバルにて、フェルマン・アクギュルは1979年に、アンカラに生まれ、ガズイ大学建築学部を卒業。 〇〇ママ大学演劇学部にて、博士課程に在籍している。ギターの演奏を始めたのが、音楽生活の始まりであったが、ソロイストとして、各種の音楽グループに属し、数多くのステージをこなしてきた。2002年に漫画に加わる。ヤールムサルユルは1979年8月26日に、アンタルヤに生まれ、小学校時代からピアノとバイオリンの演奏を、習っていた。 はじってペ芸術学校でピアノを学び、ビルケント大学にて、バイオリンの準備過程を受け、アンカラーナドル芸術高等学校でギターを学び、その後ガズイ大学音楽学部にてギターを学んでいる。シング・ユア・ソング音楽コンテストで漫画が2位に入賞した際、サルユルは最優秀アシスタントミュージシャンに選出された。ジェム・バフティ・アルは1979年に1月18日に、 デニズリにて生まれた。高等学校でクラシックギターを学び、デニズリ芸術学校で音楽課程を修了した。その後アンカラのビルケント大学の学生となる。玉セルと共同での制作活動も行っている。エフェユルマズ。2006年、ハンガリーでのシュゲとフェスティバルにて、エフェユルマズは1979年10月3日にアンカラにて生まれる。 自宅に機器を揃えており、幼少の頃よりリミックス制作に馴染んでいた。アメリカ合衆国の南フロリダ大学にて計算機工学を学び、その後アナドル大学にてビジネス管理を学んでいる。使用機器オズギュル・ジャン・オネー。2006年、ハンガリーでのシュゲとフェスティバルにて、オズギュル・ジャン・オネーは1980年6月21日にアンカラで生まれ、 アンカラ大学で天文学をアナトリア大学でビジネス管理を同時に学んでいた。演劇用の楽曲を作曲してきた。格闘技が趣味で特にキックボクシングを好む。漫画が参加した主な音楽フェスティバル等漫画はアシクベイセルの詩カラトプラクのための音楽を作り、後に全く新しい歌詞をつけてデルセンザマンとなった。 2006年8月13日、トルコのロックバンドとして初めてハンガリー・ブダペストのシュゲトフェスティバルに参加した。また同じ年にオランダ、ドイツでもコンサートを行っている。2008年4月13日にはタルカンと共にロンドンのウェンブリー・スタジアムで公演を行っている。 漫画とタルカンは2009年12月4日にもロンドンの霊にアカデミー・イーズリントンで講演している。ありがとうございます。